寺内正岳は明治、大正期の日本の陸軍軍人、政治家。軍人としての階級は元水陸軍大将。議会は11位。軍当は大軍位。高級は高一級。爵位は白爵、諸の画号は桜ルアン。微利県最小の異名を持つ。陸軍大臣、外務大臣臨時兼任、韓国党官、朝鮮総督、内閣総理大臣。 大蔵大臣などを歴任した明治から大正にかけて陸軍軍人として活躍し第1次桂内閣では小玉源太郎の後任として陸軍大臣に就任した以来第1次西園寺内閣や第二次桂内閣でも陸軍大臣を務めたその後曽根荒助の後任として韓国党官に就任し日本への併合を推し進めた韓国併合後は朝鮮総督に就任した 後に内地に帰還すると、寺内内閣を発足させ、内閣総理大臣を務めるとともに、外務大臣や大蔵大臣といった国務大臣を兼任した。元帥府に劣せられていることから、階級を故障する際には、元帥の称号を冠して、元帥陸軍大将と称される。嘉永5年、周防国・吉木郡・平井村に長州藩士、宇多田正助の三男として生まれる。出生名は宇多田樹三郎。 後に母方である寺内勘上物養子師となる。1864年に騎兵隊の中では武士が中心として組織された多地飛隊に入隊する。鉱山自挙兵の地の再編成の際に三立隊に転籍し、三田で西洋銃の操作や国学を学んだ。1867年に倒幕軍として従軍し、戊辰戦争、函館戦争と転戦した。 外戦後、京都でフランス流の軍学を学び、兵部省第一共同体に編入された。明治3年に騎兵隊脱退騒動の鎮圧に従軍し、戦後は御神兵に所属し上京した。フランス留学を希望した寺内は、1872年に陸軍を給職し、語学を学んだが、その機会は訪れなかった。1873年に士官養成所陸軍富山学校に入学し、 翌年に卒業する卒業後は新設された陸軍士官学校にスタッフとして所属した明治10年に勃発した西南戦争では当初交尾部隊の大隊長に任じられたが前線を志願し最大の激戦とされた田原坂の戦いで負傷して右手の自由をなくしたそのため以降は実戦の指揮を取ることはなく軍政や軍教育の方面を歩んだ 1878年に士官学校生徒代替司令官心得という職務を経た後、明治15年官員の宮の人志親王の随員としてフランス留学する。翌年には駐在部官に任せられ、1886年までフランスに滞在した。帰国後は陸軍大臣官房副長、陸軍士官学校長、第一師団参謀長、参謀本部第一局長とキャリアを重ねた。 明治17年の日清戦争では、平坦の最高責任者である、大本営運輸通信長官を務めた。その後、歩兵第三旅団長、教育総監を経て、明治33年より参謀本部次長につき、疑話団の乱では現地に赴いた。第一次葛内閣が成立すると陸軍大臣となり、日露戦争の勝利に貢献した。第一次西恩寺内閣や、 第二次桂内閣でも再び陸将を務めた明治39年には南満州鉄道設立委員長陸軍大将に衛進した明治40年9月戊辰西南日清日露の各戦役の軍港によって死釈を授けられた明治42年10月26日の春ンにおける伊藤博文暗殺後 第2代韓国党官、曽根スケが辞職すると明治43年5月30日、陸将のまま第3代韓国党官を兼任し、同年8月22日の日韓併合とともに10月1日、朝鮮総督府が設置されると、引き続き陸将兼任のまま初代朝鮮総督に就任した。なお、陸将兼任は第2次西恩寺内閣の成立で石本新六が陸将に就任するまで続いた。 朝鮮総督は天皇に直令し、委任の範囲内において朝鮮防備のための軍事権を行使し、内閣総理大臣を経由して立法権、行政権、司法権にわたる多岐な権限を持った。寺内は憲兵に警察を兼務させる憲兵警察制度を創始し、朝鮮の治安維持を行ったことなどに対して、後に武断政治と評価された。明治44年4月。 韓国併合の功によって伯爵を授けられた。大正5年6月24日、元水府に劣せられる。10月16日に総督を辞任し、10月19日には内閣総理大臣に就任。朝鮮総督としての功績を認められてのことである。寺内の頭の形がビリケン人形にそっくりだったことから、これに朝鮮内閣の非立憲を引っ掛けてビリケン内閣と呼ばれた。 時は第一次世界大戦の最中であり、寺内は大正7年8月2日にシベリア出兵を宣言したが、米騒動の責任を取って9月21日に総辞職した。寺内自身は内閣末期にはすでに病気がちであり、翌年に心臓肥大症のため平井赤十字病院において皇居。去年68、墓所は生誕地である山口市宮野に所在し、 のの寺内被災地の墓もそこにある。また宮野には朝鮮関係などの書籍を寄贈した施設図書館寺内桜文庫を設立した寺内桜文庫の書籍は戦後山口県立大学に移されさらに朝鮮関係の一部は韓国の系南大学校に移管された。 寺内桜文庫の元の建物は2011年現在も山口県立大学に隣接する形で残されている。寺内正武の没後に三宅坂に北村聖望作の猛絵像が作られたが路面電車乗降のたびに胸が悪くなるから叩き壊せ、ろくに手柄のない豚ともに像など建てる必要などないなどという非難が相次ぎ、警視庁は厳戒態勢を敷いた。 象は戦争中にに金属回収に愛用を返された。寺内正武像があった場所には昭和26年に平和の群像という3人の裸女像が作られた。